はい、どうも皆さんこんにちは、ケイと申します。本日もですね、ドラゴンボールの新しいの商品を見つけましたので、そちらをご紹介していきたいと思います。はい、こちらまたね、面白い商品を近くのスーパーで見つけました。その名もドラゴンボールスーパーカー。はい、こちらでございますね。で、メーカーはね、安定のトップさんですね。トップ製菓でございます。カードが、キャラクターカードが2枚入りということですね。で、見た感じね、ケフラとかがいるんで、力の大会までね収録されてるラインナップなんじゃないでしょうか。ただ裏を見ても、はい、何も書いてないというねトップ製菓さんのねホームページとか見てもね、ほとんどラインナップ載ってない、謎な商品でございます。で、こちらを本日はこの7パック購入することができましたので、早速こちらのね中身を紹介していきたいと思います。今気づいたけど、この箱の入れ物違う入れ物だね。完全にドラゴンボールヒーローズと書いてある。では1つ目開けていきましょう。これね、なんとね、1個60円で売ってましたまあなんか割引して60円だったんで、定価は多分ね90円とかなのかもしれないんですけれども、私はこれ、ね、60円でゲットしましたので、皆さんもね、お財布に優しいコレクションカードでございます。いきます。1パック目はこちら。おー、あ、ガム安定のね型抜きガム。パック目は、キャベットトランクス。あ、てかなんか、あ、裏もなんか書いてありますね。こんな感じですね。これ書き下ろしのイラストっぽいですね。どうなんだろう。スーパーサイヤ人キャベ、スーパーサイヤ人トランクス、こちらの2枚が当たりました。では2つ目開けていきたいと思います。これキラとかってあんのかな。キラがねあったり、なんかレアみたいなね、種類のカードがあるとより一層テンションが上がるんですが、いかがですか。おー、クリリンですね。では確認していきましょう。クリリンと、おー、17号ですね。なんかね、表面がね、わかりますかね、ちょっとラメが入ってるというか、ザラザラしてるというか、ちょっと面白い、肌触りのカードになっております。で、裏面はね、そのキャラクターの説明が書いてありますね。では続いて3パック目いきます。さあさあさあ、今のところね、悟空とか表紙のケフラは来ていませんが、いかがですか。おー、5点ですね。5点。あれ、これこのイラストってなんか違うイラストっていうか、違う商品でなんか見たことある気がするな。ね、なんかこの道着の5点は新鮮ですよね。そして裏面はこちら。おー、フリーザ復活かな。はい、特に復活ではなかったですね。スーパーサイヤ人孫悟空とフリーザですね。あ、やっぱちゃんと24時間限定で地獄から蘇った悪の帝王、ドラゴンボールスーパーのね、ストーリーを周到している説明文になっております。はい、では4パック目開けていきます。個人的にはね、やっぱりね、身勝手とかがラインナップにあるんだったらその辺が欲しいんですが、お、表紙のケフラ来ました。ただ表紙のケフラも一応ノーマル仕様とか他のカードと変わらない仕様になっておりますね。はい、では裏を確認していきましょう。こちら。おお、なんかこの悟空かっこいいな。なんか構えをしながらエネルギー弾を放ってるって、なんかなかなかレアなポーズなんじゃないでしょうか。はい、で裏面はこんな感じですね。はい、ケフラもね、なんかこのイラスト初めて見た気がします。さあ、残り3パックでございます。さあ、キラキラ仕様とかがねあるのか楽しみですね。あ、かぶったついにかぶってしまった。ということはこれ裏は悟空なのかな。せーの、こちら。あ、違う。あ、でもかぶった一応ね、でもこれでこのセットはこのセットみたいな感じでね、2枚が固定じゃないということが分かりましたね。はい、ラスト、じゃあ2パックですね。ではこの表紙の悟空とかもあるのかな。完全にスーパーサイヤ人ブルーだから、さっきの悟空とね携帯は同じなんですけれども、いかがでしょうか。いきます。こちら。お、ブルマさんですね
これは予期せぬとか思いもよらぬラインナップですね。じゃあ裏面確認していきましょう。はい、こちら。はい、ではラストね、1パック確認していきましょう。ちなみにこれ全何種類なんだろう、わからないんですけど、最後にあとはやっぱ身勝手的なイラストのやつだとベジータが欲しいですね。いきます、ラストのパックはこちらです。おー、ジレン。はい、ジレン、かぶりなしのジレンが来てくれました。そして最後のカードは身勝手こい、おー、悟空。あ、これね、表紙の悟空が来てくれました。なんかこの悟空のイラストも初めて見た気がしますね。で、スジロンの説明文はこんな感じでございます。はい、というわけでね、本日は、私の大好きなトップ聖火からね、またドラゴンボールのカード組、新しいものが販売されてましたので購入してみました。まあ、カード2枚入ってね、60円だったらね、まあ買いだと思います。まあキラがあるところはね、別としてね。はい、本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。